鏡里清さは、青森県三湖郡と川村出身の元、大相撲力士。第四十二代横綱。本名は、奥山きよ九1923年に、青森県三湖郡と川村で農家を営む家庭の三男として生まれる。出生時は、体重が八千グラムにもなる大変な街道で、地元ではすぐに評判となった。早くに父親を亡くしてからは、 母親の家業を手伝っていたが、評判を聞いた同郷の久米川から熱心に勧誘され、入門、1941年1月場所で初土俵を踏んだ。鏡里の嗜名は、久米川の現役名、鏡岩に由来する。入門前には、久米川の使いが、東京見物へと旅費30円を強引に渡したため、それを返済しに、母と共に部屋に向かうと大いに喜んだ。 久米川の熱心な説得と母子への丁重なもてなしが待っており、これが入門の決め手となった。故郷には、大相撲に進んだ者の,の中途半端でやめて帰って、それで生業につかず、田舎相撲を取って暮らしていた人物が多く、それを目の当たりにしていた両親や親戚がいたため、もし奥山が相撲を取っても、そのような末路をたどるのではないかと、親族から反対されていた。入門の際、 家族からは、いや、清治が相撲になって、3日も我慢できるか、などと言われたが、中途半端なままやめて帰ってくると、家族などに顔向けできないため必死で相撲に励もうと、決意した。新弟子検査の際、不動眼や東海の体格を見て、これはとてもダメだと自信を失った。新弟子時代は、部屋の弟子数が25、26人程度であったが、1942年に、 双葉山相撲道場が発足した際に、久米川が鏡里を含む弟子全員を双葉山に譲ったために移籍し、一辺に弟子が50人程度になった。移籍直後の1944年9月に王将されて、広崎第69連隊に入隊したが、当時の風潮があったに世よ、鏡里にとって戦地で巡視して、靖国神社に祀られるのは憧れであったという。 ある日に呼ばれて、双葉山東、藤木日戦の実況放送を聞かせてくれたが、この取り組みで師匠となった双葉山が敗れたのを聞いて、涙を流しながら、打倒東、藤を誓った。終戦後、敗戦の影響で、相撲人気が低迷し、各界の存続も危ぶまれた状況であったので、一度は30人程度にまで、部屋の力士の数が減っていた。年に、 弟弟子の総津流が入門した当初は40人はいなかったという。1956年には、すでに没していた八塚神という歴史とは思い出があり、ある時、稽古してやるから来いと言われて土俵に上がったら、最初は負けてくれたが、いい気持ちで稽古をしているとだんだんと八塚神は本気になり、その強さに鏡里は嫌になってしまったという。 海州山という三段目の力士は鏡里が各界入りして初めて稽古相手をしてくれた相手であり、新弟子時代には歯が立たなかったと振り返りつつも、1956年の時点では未だに三段目に止まっていながら、自分は三段目で十数年も取っているのだぞと自慢している海州さ山の話を笑いながらしていた。け人としては代風を担当したが、 関取になると、大宇治山を付け人にした。部屋の力士が多い時期には、人数的にも3番稽古を行う余裕はなかったため、飛びつき形式の申し合いで、若い種は稽古を積んでいた。入門したばかりはとにかく押すように指導された。1949年10月場所は、前頭筆頭まで番付を上げ、東、富士金一から金星を上げて、恩を返す。 この場所は12勝3敗の高成績で3勝制定後初の複数受賞で1950年1月場所から関脇へ昇進。1950年5月場所から翌1951年1月場所にかけて9勝、8勝、11勝という成績を上げ大関へ昇進した。1950年代から1970年代にかけて一応の名安として 直前3場所合計30勝前後という昇進基準が存在していたが、その中でも3場所合計28勝という成績での昇進は非常に幸運なケースと言える。1953年初場所で優勝し、時津風に岩井酒を振る舞われる、鏡里1953年1月場所を14勝1敗で初優勝を果たしたことで、場所後に横綱推挙が決定するが、 日本相撲協会から横綱審議委員会に諮問せず、推挙したため、周囲からは、時期焦燥の声が多く出た。さらに番付上、鏡里が昇進するとご横綱という非常に、バランスの悪い状態となることを察知した寺四国一万、倉が十四日目に引退を表明したが、羽黒山、さん政治、東、富士、千代名山、正信、鏡里、 寺四国の御横綱が並んでいる写真が存在する。横綱土俵入りは、双葉山時期伝だが、幕下時代に、膝の故障の影響をもあって、双葉山の完全再現とはいかなかったものの、土俵入りは、動く西木へと呼ばれて人気が高かった。吉葉山順之助との取り組みは、明治時代後期に、梅日立時代と呼ばれ、相撲黄金期を築いた、梅型に藤太郎。 日立山谷上門の対決を彷彿とさせた。1955年9月場所、1956年1月場所と連覇を果たし、同年9月場所にも優勝を果たす。1956年1月場所戦集落の鶴上根との優勝決定戦では、右四つから頭をつけ、寄り立ててきた鶴上根に対し、鏡里は交代しながら、左上手を取って反撃。 上手投げから交渉面へ寄り切った。4回の優勝はすべて14勝1敗で、次こそは全勝優勝をと言っていたが、最後まで果たせなかった。それでも、千代の山、吉羽山、土地西木清高、若野花見騎士といった上位陣との対戦はいずれも勝ち越しており、実力のあるところを証明している。1958年1月場所の中日で、 吉羽山純之介が引退すると、この場所で5勝3敗と不審だった鏡里へ、マスコミが殺到した。鏡里は、横綱の責任を果たせなければ辞めると発言したところ、朝日新聞の記者から、責任とは、具体的に、どういうことか、と聞き返されたため、10番勝てない時だとうっかり、発言してしまった。鏡里は、結局13日目に敗れて6敗となり、 目標と語った10勝は不可能になったが、残りは勝利して9勝6敗として止まった。周囲からはまだ取れるとの声も多かったが、中日でうっかり発言した、通り場所後に引退を表明し、一代年寄り、鏡里を襲名して、更新の指導に当たる。その後は久米川、後に立つ田川の名跡を襲名した。1968年12月16日に、 時津風が亡くなると一時的に時津風を襲名したが、翌年1月場所後に仙台の医師が仙台夫人から伝えられ、引退間もない西木島が時津風を継承、自らは再び立田川に戻った。その2年後、立田山、二十山を含む年寄り4名を連れて立田川部屋を創立して独立した。最初は関取が育たずに部屋消滅の危機もあったが、 定年退職直前に森の里春茂を関取に昇進させて危機を回避させた。1983年4月に満60歳を迎えたが、その数年前に脳梗塞で倒れ、一命は取り留めたが、その影響でしばらくリハビリに専念中のため、官暦土俵入りは行われなかった。ただし赤い綱は受け取っており、誕生日の当日は赤色の羽織を着用して祝った。 それから5年後の1988年4月に日本相撲協会を定年退職し、その後は両国でマンション、鏡キャッスルを経営したほか、鏡里一代を表した。2003年4月、80歳の誕生日を迎えた時、30祝いに、次の目標はとの問いに対し、次は88歳のベージと答えた。三町では、青森県発の横綱として、 名誉町民の表彰を受けた。横綱としては、梅に藤太郎に次いで、当時史上第2位の高齢で、本人は梅にの最高齢記録更新を目指していたが、残り2年5ヶ月の2004年2月29日、80歳で死去。鏡里が亡くなったことで、対象生まれの横綱経験者はすべて奇跡に入った。はじめは突っ張って、前に出て、残されれば、 左一本差しでよる速攻の取り口だったが、幕下時代に、不動岩蔵男との稽古で左膝を負傷した。再起を危ぶまれたが、奇跡的に回復し、その後は、右四つに組み止める取り口に変わった。東、富士近にはよく稽古をつけられていたが、王将中に、双葉山が東、富士に敗れるのを知ると、打倒東、富士を誓った。 右四つ得意で相手を組み止めると、太古服を生かして技を封じるのが得意なため、当時の対戦相手だった技能力士は苦戦した。ただし、大関時代に、鳴門会一行との対戦で、足の指を骨折して以来、苦手意識から3連敗した。ありがとうございます。